イエーイ。こんにちは、バナナニードルの石塚ゆかです。今回はスペシャル企画、めっちゃ嬉しいことに遠藤ケープさんが来てくれました。どうも、遠藤ケープでございます。よろしくお願いいたします。遠藤ケープさんは作詞家でもあり、室外機マニアでもあり、4人目のバナナニードルでも、おお来たサバゲーマニアでもあり、バナナとの第一人者でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そんな遠藤ケープさんと一緒ですね、今日はバナナと実際やってみたいと思います。では遠藤ケープさん、はい、バナナートってあんまり聞き慣れない言葉ですけれども、説明お願いできますか。そうですね、バナナって商品価値としてね、はい、一番ネガティブなポイントって傷みやすさじゃないですか。そうですね、あ、なるほど。その傷みやすさをちょっと利用して、はい、このバナナニードルでね、ニードルでね、きた、ニードルでチクチクすればそこだけ色が変わる、うん、ほう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 、それで絵を点描画として描くアート、そうするとネガティブな要素がポジティブに変わる。お、素晴らしい。それをバナナニードルアートと。おお、ニードル、お名前変わっちゃった、やった先にもう撮っちゃいますから、ね、撮っとな。こんな感じで、あの、自由に絵が描けるのでチクチクしていけば、はい、はい、今日はそれをやっていこうかと思っております。それでは早速やってみよう、はい、イエーイ、はい、今日のお題はいかがしましょう。今日のお題は SNS 系各種のロゴとかどうでしょう。いいっすね。ああね、わかりました。じゃあ私 SNS あんまやってないんですけども率先して代表的なやつを、代表的なやつをやってみたいと思います。僕もちょっと代表的なやつを、お、はい、やってみたいと思います。代表的なやつを。はい、やり方をじゃあまず遠藤ケープさんに。やり方はまずバナナを眺めて、はい、どこに何を掘るかっていうポイント、ね、場所決めが一番まず結構重要だったりするので、うんうん、でその掘る題材とその場所ですね、面、バナナの面選びとして決まったら、うん、もう針を刺す、はい、でも優しく刺す、優しく刺す、で浅く刺す、浅く刺す、はい、それが割と綺麗に見える。浅く刺すと穴の色が茶色になるんですよ。ほうほうほう。で深く刺すと黒になっちゃう。へえ。バナナに対して黒い絵になると、うん、ちょっと見た感じ、うん、まあ、汚いっていうわけじゃないけど、うん、ちょっと黄色の面に茶色い絵になるとすごい合うんですよ、うん、色味が、うん、なのでまあ浅めに彫った方が。今日は何で掘るんですか。ニードルです。ニードルですね。はい、ニードルです。何ニードルですか。画鋲。画鋲ニードルです。これなんつうんですか。今押しピン、蒸しピン、押しピンと言われてるものですね。見えねえなちょっと。ちっちゃいな。まあ画鋲ですね。はい。はい、では用意スタート。ここから無言が続くことが予想されますので、ちょっとあの老眼なんですね。逆逆。勢いが大事ですよ。そうですね。じゃあここでもうあれですね。なんだっけ。スクロールで、あ、エンドケープさんの手元も今映ってます。何が難しいって、刺したばっかりは変色しないじゃないですか。そうなんです、ね、そこがちゃんと描けてるのかどうかっていうのが難しい。これちっちゃいお子さんだと画鋲が危なかったりすると、他の尖ったものだったら何でもいいですか。そうですね、じゃあ低学年とかの小学校でやるときは、はい、あの爪楊枝でやってもらってるんですよ。あ、爪楊枝ね、確かに。全然あの大味なものしかできないけど、でも爪楊枝でね、はいはい、できるんです。
メだ、これやり直したい。キャンパスはたくさんありますから。ででん、あれドドンゴ。そしたら割とすぐ、うん、あの笑っていいと思うから、その紹介のカードって、はい、で一番最初は笑っていいと思うだったと思うんだけど、その笑そっからですね、なんかドーンと跳ねた。テレフォンショッピングですか。いやなんかショッピングじゃないな。なんかクイズのコーナーかなんかのコーナーで、ああへえ。でもう朝6時ぐらいにアルタついて、でそっからアルタの中でバナナを掘りつつ、もう12時に間に合うように掘ってた記憶がありますね。行きましたか。はい、では、はい、市塚さんからこの方に送って、はい、3作品ありますけど。そんなに。じゃあまずお題の、そうですね、 SNS 系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 、 じゃーん、もうちょい近づかないと。どうも、もうちょいかな、もっと来い。あ、来た来た、この真ん中に。そうそうそう、おーすげえ上手。ツイッター本当だね、黒いね。ツイッターです。ツイッター、ツイッター一時間、ツイッターです。じゃあ次俺行こう。ドーン、フェイスブック。上のそばここ、打足です。じゃあ、ラムちゃん、こっち来ないと。いやめっちゃ集中した。来ます、ドン。最後まですごい、こだわりがすごい。バナナニードルのロゴと全面プリント的な。すごいすごいすごいじゃん、成長したじゃん。めっちゃうま。一周やってやろうかと思ったけど大変だ、ね、ちょっと。なんて書いてるの。バナナ、ほんとだ、すごいプリントみたい、プリントみたいな感じで。じゃあ最後エンドケープさん、お願いします。お願いします。 YouTube。 やっぱすげえな、ね、そう、やっぱうまいんだよな。すげえ、もうだってこうやって売ってる風だもん。でも YouTube だもん、うん、YouTube 焼き芋したあれにすればサムネイル。そうだね、これと同じとは思えない、うん、これでも同じニードルでチクチクした感じですよ。ゆうさん他にあるの。3作品あるよ。やばい、超楽しいこれ。ハモンド、あ、ハモンドからの後ろにマーシャル、ま、ロックですね。どからのマージャン。ちゃんとそのロゴのロック。はい。以上でございます。ありがとうございました。すげー。はい。いかがでしたでしょうか。バナナと皆さん簡単にできるのでやってみてください。バナナニードルのバナナアートでした。
エンドケープさんでした。エンドケープさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。